はい、だいぶ待ってる人がいるね。ジャン君、お昼の開放時間になりましたので、はい、じゃあシオン君どうぞいらっしゃいませ。はい、アンズちゃんおいで。はい、おいで、アンズちゃん。はい、おいで、おいで。はい、おいで。はい、おいで。はい、おいで。こんにちは。なんか、最近はアンズちゃんあんまり出ないね。ちょっと、取ろうとしてるね。はい。もう出てすぐなでなででも OK になったね。うん、ご飯を食べてませんね。あ、そこそこ食べてる。なんかさっきね、あんちゃんもね、上で出てきてね、あ、はい、なぜ足の間に入った？シオンくんが足に挟まれたよ、わざと。また出てきた。体の周りぐるぐる回ってますけど、この甘え方が伝統なのかな、君んちは、うん、ってことはラブ君も今頃やってるね。はい、頭ぐりっくりしてるよ。ジャン君、パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、暗いね、ここね。はい、はい、シャン君見つけた。あ、シャア言った。どうした、シャン君？なんでなんでなんで、変な夢でも見たか？どうしたの、シャン君？どうした、なんか調子悪い？うん、どうしたの？どうしたの？どうしたの？なんかあった？シアン君？どうしたかな？どうしたかな？ん？何？シオン君、シオン君、はい、シオン君、
よいしょ、メガネかけ直してみようか。このメガネに変えます。よいしょ。しおんくん、しおんくん、あいで。ここにはポンちゃんがいるよ。ポンちゃんはメガネ関係ないみたいだね。シオンくん、今ですね、このメガネ、これちょっと出かけるので、カバンの中に普段かけているメガネを、入れて、これは簡易的に使っているメガネなんですが、これをかけて近づいたところ、シオン君にシャーを言われてしまいました。今もまだ警戒してるね。さすがにこれとこれでは違う人に見えたかな。いやらしいメガネだったね。はい、しおんくんおいで。よいしょ、おいでおいで。へのへのじゃん。しおんくん、体調子悪いんじゃないね。大丈夫だね。ね。びっくりしただけだよね。しおんくん、別に体痛いとかなさそうだね。寝起きで変なメガネ見ちゃっただけだね。すいませんでした、変なメガネで。ちゃんくん、あー、こぼした。しおんくん、出かけるから早く戻ってきてほしいな。あずちゃん、あずちゃんのソフト、しおんくん呼べるかもよ。
結局ですね、クロケンパパのメガネのせいかどうか分かりませんが、シオン君が戻る気配がないので、これから夫婦で合唱団に出かけますが、ここを開け放していくかということになります。シオン君の気持ちがもう一つ今日は分からない日でした。それじゃあ行ってくるからね。はい、じゃあちゃん君、シオン君外出っ放しだけど頼むね。はい、はい、まあ、うるさい時は怒っていいからね。よろしくお願いします。はい、今日はケージを開けたままお留守番になってしまいました。というのも、あの奥にいるですね、シオンくんがなぜか急にシャーを言い出したせいです。まあ、クロケンのエロい変なメガネあれが悪かったようなんですが、今戻ってきました。そしてこの惨状ですね、とりあえずトイレの砂がまき散らされてる以外はまあまあ大丈夫ですね。壊れてるものもなく、なんとか掃除をすれば大丈夫そうです。ただしですね、アンズちゃんがいません。アンズちゃんはここかな。やっぱりあそこが少し隙間が、あ、いたいた、顔が見える。アンズちゃん待ってるからね。前のようなことは多分ないと思いますので、ご飯を用意したりしてるうちにきっと戻ってくるでしょう。さあ、ポンちゃんはどうだった？ちょっと暴れてた、あの人たち大丈夫ですか？アンズちゃん、おかえり。君のことを信じていたよ。シオン君が帰ってくるまでそこ開けとくからね。自由にしていいですよ。眠くなったらハンモック行けばいいよね。行ってくれるよね。はい、シオン君は仲良くしてくれるようになりました。シオン君、出かけはどういうことだったの、あれは。ちょっとやっぱりさ、譲渡会に連れてかれると思ったじゃない。やっぱそういうことなの。なんかお出かけする予定、なんかお出かけっぽい感じだったから、やばっ、ひょっとしてと思った。そうなんです。それか、変なメガネって思った そしてアンズちゃんはまた奥に行ったのね。アンズちゃん、ここがさ、定位置にならないでね。アンズちゃんはご飯、この上の2階のを食べてたの。うん、そう、うん、じゃあまたお腹が空いたら来るね。あ、おもちゃを動かしたら来る。あ、そうだね、うん、じゃあ後でね。うん、あげなさい。でもずっと譲ってたんだもんね。
かご飯が来たみたいよ。だちゃんとご飯で戻ってくれる？はい。ご飯で戻ってくれるために今日は特別にサービスがあるんですって。ちょっと今日一日に戻らなかった人たちのためにチュールっていう美味しいものがあるんだよ。今日留守番中のうんちは4人前あったけど、みんな健康なうんちだったのでサービスです。サービスです。これでしおんくんまた下したらあなたチュールも増しよう。しっかりね、頑張ってね。よっ、はい、しおんくん。ほら見て見て、チュールだよ。あ、好き。好きなの。はい、おいで、しおんくん。はい、どうぞ。はい、おいいね。はい、はい、ちゃんとベッドで寝てね。よし。空いてたのか。さあ、ジャン君、ポンちゃん、どうでしたか今日は。どうした？なんか鼻に入ったっぽいよ。